平野紫耀、岸優太、北山宏光がアメリカ進出のためお忍びビザ申請。 2B メンバーの大仕事が今始まる。こんにちは、スコープ芸能です。10月15日に滝沢秀明氏による会社 2B の YouTube 公式チャンネルで生配信が行われ、岸優太さんが 2B に所属すること、そして彼が平野紫耀さん、神宮寺勇太さんと3人で新グループを結成することを発表しました。平野さんと神宮寺さんは東京ドームのマウンドにて岸さんを呼び込み、今後3人でグループとして活動していくと発表。グループ名は岸さんが発案したというナンバーワイということが明かされ、命名の理由としてナンバーワンを目指すという意味に加え、オンリーワンや愛の意味もあると伝えた。今後ナンバーガイとしてやっていきたいことについて平野さんは、まずコンサートはやっていきたい、僕たちらしいものをコンサートに詰めてファンの皆さんとの距離を縮めていきたい、まだ会えていない人たちにことごとく会いに行きたいとコメント。岸さんは、音楽を通じてまだ知らない自分たちに出会いたいし、いろんな自分たちを見せたいと話し、音楽性や制作過程を追求していきたいとアピールしていました。これに平野さんも、僕らは音楽で皆さんを幸せにしたい、そのためには制作過程を大事にしたいし、誇れるものを作っていきたいと同調。神宮寺さんも、曲を先に知って僕たちのファンになってもらえたら嬉しい、いろんなところから知ってもらえるグループになっていきたいねと語っています。また岸さんが X、Twitter、個人アカウントを開設することを発表。さらにナンバーガイの公式ファンクラブがオープンし、10月15日20時に入会受付が開始されることもアナウンスされています。3人はやりたいことはたくさんありますけど、行動で皆さんに示していけたら、僕が一番大切にしたいのは皆さんと幸せな時間を作っていくこと。応援よろしくお願いします。皆さんを楽しませたい一心で頑張っていきますので、よろしくお願いしますとそれぞれ意気込みを述べ、最後に3人で改めて固い握手を交わして配信を締めくくりました。ナンバーガイとして新たに活動していく3人ですが、メンバーの平野さんが投稿したインスタグラムが早速注目を集めているようです。平野さんは24日自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、メンバーの神宮寺さんと海外旅行へ行ったことを明かしました。この日ストーリーズに自身の後ろ姿が収められた1枚の写真をアップし、実は岸くん来る前にジントプチ旅行シンガポール行ってきたからと神宮寺さんとシンガポールを訪れていたことを報告。さらに明日写真あげようかしらと旅行中の写真を投稿することを予告しています。10月8日から13日まで大量にどうぞとコメントして、自身の写真を大量投稿していた平野さん、15日に新グループ結成を報告して以来投稿が止まっていたこともあり、SNS 上ではファンから投稿待ってました、じらされた、プライベートの写真嬉しいなどと期待の声が寄せられており、次の投稿に注目が集まっているようです。現在 X、旧 Twitter 上では平野さんらが海外での活動を始動させるのではないかと噂されているようです。そのきっかけはとある中国の SNS ユーザーの投稿だということですが、果たしてそれはどんな内容だったのでしょうか。これまで 2B に入った旧ジャニーズ事務所の退所者は三宅健さん、平野さん、神宮寺さん、 IMP の7人、大東律樹さん、北山宏光さん、そして岸さんの13名。三宅さんは9月に第1弾シングル Ready to Dance を配信、また IMP は8月から毎月新曲のリリースを行い、すでにクルージン、IMP、スイッチングの3曲を発表するなど、音楽活動に邁進しています。また、大東さんは日本テレビ系の10月期深夜ドラマ、秘密を持った少年たちに男優3番手で出演中です。一昔前のジャニーズ退所組といえば、旧ジャニーズ事務所の圧力やメディア側の同社に対する忖度によって、なかなか思うように動けなかったものですが、今後はもうそのようなことはないでしょうから、 2B のアーティストたちは今後は大手を振って活動できるはずですと芸能記者は話しています。そんな中 X 上では現在平野さん、
岸さん、北山さんの3人が仕事で渡米する予定ではないかという疑惑が広まっているといいます。とある中国人が SNS 上に平野さん、岸さん、北山さんとされる人物が写り込んでいる写真をアップしたんです。アメリカのビザを申請しに来た際3人に遭遇したとコメントしているので、おそらく場所はアメリカ大使館なのでしょう。写真には後ろ姿しか写っておらず、顔が全く見えないため、果たして本当に3人なのかは定かではないものの、一部ファンは海外進出に向けて動き出したのではないかと色めき立っていますと芸能関係者は話しています。現在短期の観光や商用目的でアメリカに行く場合、ビザではなく電子渡航認証システム ESTA の認証を取得するのが一般的なだけに、もし3人が本当にビザの申請を行ったとすれば、長期の観光もしくは本格的にビジネスを行う予定があるからと考えられるわけです。平野さんと岸さんはキンプリを脱退する理由に海外進出を挙げていました。平野さんは昨年11月に脱退、解散を報告した際、ファンクラブ会員向けの動画で自分の年齢と向き合った時に、海外で活躍できるグループを目指すというのは、そこにグループのそれぞれの活動方針を踏まえた上で全力で取り組んだとしてももう遅いなと感じてしまい、目標を失い今回の決断に至りましたと説明。また岸さんもメンバーとの目標の違いが生まれ、海外で活躍できるグループにはなれないのかもしれないと、自分の夢を自分で否定する自分にがっかりして落ち込んだりする、そんな日々が続き今回この決断になりましたと話していました。しかしナンバーガイの結成を報告した緊急生配信で2人が海外進出の展望を語ることはありませんでした。今後の活動について平野さんは、まあマストだけどやっぱコンサートはやっぱりやっていきたいよね。岸さんは音楽を追求してなんか新たな自分と出会いたいとそれぞれコメントしていたのですが、具体的な話は特にありませんでした。海外というワードが出なかったことから、一部のキンプリファンは海外進出はキンプリを脱退し事務所を辞めるためについた嘘だったのではないかと物議を醸したんです。しかしもし本当に渡米の準備を進めているのであれば、2人は夢の実現のためにちゃんと行動しているということになります。神宮寺さんとされる人物は写真に写っていなかったですが、ナンバーガイがアメリカで何か活動をするとなればファンは大盛り上がりするでしょうねと芸能記者は話しています。まだ始動したばかりの 2B、 彼らが今後どのような活動を展開していくのか、今後の動向に目が離せませんね。最後までご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録と高評価コメントをお願いします。それでは。